科弁護士の ASM ユーザーの皆さん、こもっぴです。さあ本日は4月20日プロスカ新規ガチャ更新日、ガチャ名はノットオーバーラップサウンドガチャと、レオニード箱イベのサキちゃんバラーの、そして新規星4メンバー3名のピックアップといった感じです。昨日の動画でも言ったんですが、星4メンバーはさきちゃんとしーちゃんとめいこさん。あ、そうだ、昨日の動画で思い出したんですけど、僕今日起きたのが11時45分。もちろん起きてすぐ撮影してるんでこんな喉が終わってるんだけど、なんでね、昨日14時45分、まあ、15時イベント更新だから14時45分に起きたんだけど、まあ言ったら昼夜逆転ですよ。だから今日また昼夜逆転してたらガチャ更新前に起きれないなとか思ってたんですけど、マジで目覚ましとか何もかけずに11時45分に起きた。もうこれ職業病でしょ。今日は、まあ、レオニードのガチャ30連と、まあ、ちょっとね、この君に叫ば一応僕君に叫ぶ青き声ガチャの話をするんだけど、まあいろいろ期間限定復刻とか納税もできるんで、その辺も最初に引こうかなと思ってます。動画が良ければ高評価チャンネル登録お待ちしております。登録者がもう目の前です。あと100人とかで目標の25万5000人なんで、おすすめから来てくださったという方もチャンネル登録高評価待ってます。それではメンバー詳細ですね。一人になった部屋、美味しく楽しく恩返し。いつも思うんですけど、プロスカタイトル名とスキル名が全くリンクしてないんだよな。悲しいのか楽しいのかみたいな。7秒間バット以上がパーフェクトに、あ、ま、判定強化のさきちゃんとなっています。そして特訓するとこのような感じで、ま、さきちゃんのイラストにいちかちゃんがバチコリ映り込んでる。そのような星4で、来ました。さきちゃんといえば結構不穏なね、不穏な表情のイラストが爆投されがちなんですが、今回結構闇深めな、刺さる人にはすごく刺さるいい表情のさきちゃんの特訓後、差し入れを持って行って日の森しほちゃん、私は私の役目をライフ回復ですね。何を差し入れしてんだろうと思ったら焼きそばパンでした。この背景の場所知りたいんで、特定した方ぜひ僕に教えてください。もし渋谷とかその辺だったら頑張って行ってみようかなと思います。そして特訓するとこれ落ちてる譜面を拾おうと、なんかしずくさんのイラストでもさ、こういう系の背景、違うか、弓引け、色合いが似てるだけか、なんか既視感覚えたけど。ゲットするとこのイラストで着ているしーちゃんの衣装も獲得することができます。さあラストは私たちの相方レオニメイコさんですね。今日は1日給食当番、スキル名な星4の表情、これでスキル名、今日は1日給食当番とはならんもんな。ライフ回復ということで、まあ、限定ガチャじゃないんで 150% とかではないスキルといった感じです。特訓す、いやふちょっと前ビビバスメイコさんが星4だった時もちょっと大人びたイラストだなって話した気がするんですが、今回もしっかりです。はい、皆さんお待たせいたしました。今回もしっかりです。まず限定復刻系の納税をやっていきます。ひらひらタイタウ、ひらひらタウユタウ乙女ガチャ、心臓捧げや。お、二人とも弓道部。はい、しっかり弓道部をお迎えしたところで、君に叫ぶ青き声ガチャ、こちらの納税もやっていきます。よろしくお願いします。ロードや、ロード。みのりちゃん、ロードや。いつまで、27日まで、あと1週間あんのか。どうやったら弾けるんですか、はるかちゃん。ちなみに、花里みのりちゃんのハッピーバースデーガチャ、僕まだ弾いてないんですが、4月20日までなんで、今日までなんで、おそらくサブチャンネルの方で上がるのかなと思います。皆さんも忘れずに。それでは、お待たせいたしました。オーバーラップサウンドガチャ。30連ですね。うん、30引けるね。最近のガチャ運は、まあ、でもいいのか。ビーバス箱入れは何も引けなかったけど、25箱入れはしっかりエナナをぶち抜いたし、まあ、ちょっと今回レオニードのガチャ、何の成果も得られない結果にはしたくない。動画時間が短くなるし。おっさん、まあ、とりあえず、幸先よく、本当に毎回納税で幸先よくおっさん引いてんね。自分のことが抹茶って、美味しいわね。愛理ちゃんが抹茶立ててお茶飲んでます。とりあえず落ち着こうってやつですね。実りテンポが遅れてるわよ。あれ早く引けなんですけど、抹茶立ててるアイリちゃんが出たら、とりあえず落ち着いて、落ち着いてガチャを引きましょうって。2連目ですね。深呼吸して、なんでや、最初はパー。それでは優勝クリスタル使うところからですね、30連やっていきます。よろしくお願いします。10連目、はい、いつも通りの光景、なんら違和感もない。違和感があるとすれば、ここで昇格するのか。とりあえず違和感がない。相手保証じゃねえかよ。よし、お前ら紹介するぞ。皆さん、さきちゃん確定演出です。あれ、さきちゃんだって言ってるしね。もうさきちゃん引けます。これガチャっていうのはしっかり流れが大事なんで、控え室がいっぱい埋まりました。この流れ僕は悪くないと思っています。あれ、さきちゃんだと、さきちゃんを引かせていただきます。20連目よろしくお願いします。あれ、さきちゃんは、みくさん、みくさん、みくさん、いい笑顔、みくさんいい笑顔、そのままいい着地もやって、みくさん、さきちゃんは、このは最低保証じゃねえか。最低保証、20連で星3が2枚。私のステージに立てたよ。リンちゃんがステージに立てました。あれ、さきちゃんはとか言ってたら、リンちゃんがステージに立ちました。恐ろしいことを言うと、ラスト10連です。プロスカのガチャって1万円使うの本当に一瞬。100連とかだったら
まあ、ちょっと一瞬ぐらいなんだけど、30連まあ、1万円使うとかだったらマジ一瞬。悲しいな、今日も特訓パートとかなく、エンディングで雨降らすの嫌なんだけど、そういう流れにはさせない。もう優勝クリスタルしか残っていない。ラスト30連まいきます、よろしくお願いします。あ、本当にサキちゃん、あれサキちゃんは寝起きから喉酷使してんな。待って、最低保証じゃねえか。待って、なかなかないよ。30連して3回連続ガチ最低保証なこと。端末に嫌われてるとかいう次元超えてない？みのり、テンポが遅れてるわよ。遅い遅い遅い、来るの遅い。テンポ遅れ、何をどうすればいいのこの後。何をテンポ早めに行けばいいの。一応この後は、まあ、衣装を見て編成見るんだけど、そこを早めにじゃあ見るか。はい、それでは弾けなかったんで悲しみの衣装紹介になるんですが、さくちゃん弾くとこのゴシックブロッケージという衣装がめちゃめちゃいい衣装なんですね。とこのアクセサリーが弾くとつけれるんですが、僕ね今試着モードなんですけど、さくちゃんのフェス弦あるじゃないですか、これ設定してみてください。すっごくいいです。まあいろいろ他の部屋チェもこの部屋チェもいいですね。あの他の部屋チェも見ていったんですが、フェス弦のさくちゃんと衣装がすごく似合うのかなと思うんで、あの僕はフェス弦持ってて二突してるんで、なおさら弾きたかったなっていう思いが強くなりましたね。なんで動画最後に見てるんだろう。そしてしーちゃんゴシックトラスト、こちら弾くと着せ替えることができるといった感じなんですが、まあ、これヘアチェンはどうなんでしょうか。僕はしーちゃん全然ヘアチェン持ってないんで、うん、やっぱショートかな。一番似合うヘアチェンはショートだと。いや僕がショートフェチなだけで下が結構際どいですね、この衣装。あの勝手ながらテンション上がらせていただいております。はい、ラストはメイコさん弾かせていただくとゴシックアクセプト、こちらの衣装を着せること。いや結構メイコさんらしい肩出し系。おっぱいすっごいでかいんですね。すいません、今ちょっと小声になりました。おっぱいすっごいでかいんですね、この方。はい、そんな感じで弾くことができます。まあ、ヘアチェーン、まあ、限定とかがやっぱ似合うのかな。あ、まあ、似合いますね。このフェスゲンのメイコさん何でも似合うんで。まあ、もしフェスゲン持ってて今回のガチャでメイコさん弾けるといった方は、まあ、こういった衣装もね、着せることができる。だから俺はなんで最後に着せ替え見てるんだ。それでは今回のガチャ、何の成果もなかったんで、なんなら成果どころか最低保証かけ3だったんで、もちろん編成が動くことなんてないんですが、まあ、昨日も紹介した編成1で火消しをしていって、まあ、あとハッピータイプなんで、この編成2、東雲明人くんリーダーの、ここはですね、明人くんとさきちゃんをチェンジしましたね。はい、そんな感じで今回動画を終わらせていただくんですが、ぜひ皆さん、今回のレオニガチャの結果とか、コメント欄に書いてってくださると、あっこいつ今日も爆死してんだな、なら最低保証なんだと思ってしまった。そこのあなた、チャンネル登録高評価待ってます。終わりますか、エンディング。もう雨流しちゃうか。雨流しますわ。最後までご視聴ありがとうございました。